あ、編集サボってスマホいじるのは楽しいなぁ。一応鍵は閉めてるけど、この展開は。まあ蹴り破るよね。てかどうやって蹴ったんだ。スプラトゥーンの実況やるぞ。ああ、教えてくれないのね。さあ始まっていきました。今回使う武器はホットブラスターだよ。お前今までスプラトゥーンの動画使ってる武器全部ホットブラスターだな。一番使える武器だからね。しょうがないね。実はトーピード飛んできた。壊さないといけないから面倒くさいんだよね。相手の構成的にホットブラスターで有利な武器って何なんだ。相手の構成ではピンクロとかに有利だね。さて実況していこうか。早速爆風で一人あれかね。爆風ってずるいよな。ブラスターなんだからしょうがないでしょ。スパイアを置いて味方も止めるようにしよう。ここにスパイア置いたら相手も攻めにくくなるしね。そういやここって新ステージだよな。そうだね。このステージとホットブラスターって相性いいのか。めっちゃいいよ。さっきみたいに下から撃つことができるからね。結構塗り面積キモいから少し詰めるか。アリアブルローラーが塗ってるぞ。味方さんと一緒にあるか。お前何もしてなかったじゃねえか。だったらいくアウトだ。話変えるなよ。さて詰めていくか。だから話を変えるなよ。うわ、トーピード石もに投げないね。危ねえ、やられるところだった。勝手に詰めて勝手に死んだらそれはもう戦犯だもんな。詰めにくくなるからそんなこと言わないで。直当ての音最高。爆風当ててからだから直当て関係ないだろ。マリサは分かってないな。音が大事なんだよ音が。ごめん私にはわからない領域だわ。時代遅れだね。今からタピオカのベビタッピやってる人ぐらい時代遅れだよ。なんでやベビタッピ楽しいだろ。まだやってる人が身近にいた。そろそろ実況しないとまずいぞ。うおーなんてがならねえ。我は下からライボールか。撃たせたけどな。ほら、味方はやられてない。結果良ければ全て良しが。うん確かにそうだな。そんなつまん気に言うなよ。あと残り1分ちょっとだね。相手もずっとピンチだったし、このままキープすれば勝てるね。でも敵が高台から降りてくるのは嫌だな。そうなんだよね。そこから一気にワイプアウトなんかもあるからね。あと1分だぞ。このままここにいたらいつかやられちゃうから少し下がるか。逃げるんだな。戦略的撤退と言ってくれないかな。逃げてると一緒じゃねえか。うるさーい。ほら敵が味方陣地に突入してきたぞ。ライボール僕最強だから簡単にやれるよ。来た、安定のクソコラ。いやこの五毛さんは神コラでしょ。なんだ神コラって。さてもう猛強は圧倒的だね。てかもう相手ほとんどピンチついてたよな。僕が強すぎるからかな。いやそれはないから安心しろ。ホットグラスターの爆風最強。急に元気になるやん。いやーホットグラスターでリスリンキルした時が一番性を実感するからね。どっちしょうじゃねえか。あーダメダメ、こっち行ったらダメだよ。うわ最低じゃねえか。てかあとの子いるようなもうリスキルしまくの。お前嫌われるぞ。もうおらるんだから関係なーい。これは鉄さんに同情するよ。よし勝てたね。まああの状況じゃあな。ということで最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。じゃあまた次の動画で会いましょう。またねー。ここがあの人の家ミョンか。ついに会えるミョン。誰がこんな時間に。はい、なんですか。ふへへへへへ。やばい死ぬかもしれない。私を実況メンバーに入れてくれミョン。え、急に言われても。さすミョンよ。今日からよろしくお願いします。よろしくミョン。って、ことで一人増えました。誰が納得できるんだよ。って、ことだから次の動画からよろしくミョン。